太平洋艦隊と日本の海上自衛隊による合同訓練が15日ウラジオストックの沖合で行われました。ロシア側からは太平洋艦隊の大型対戦艦アドミラルパンテレーエフ、日本側からは護衛艦鈴波が参加しました。船がテロリストに乗っ取られたとの想定で行われた合同訓練です。課題は大至急船に近づいて状況を偵察し、船に乗り込んで人質を解放すること。その船の上で日本の海上自衛隊員と合流です。急速に悪化する天候、3メートルに達する高波の中を乗っ取られた船の役の測量船に近づき乗り込みました。あっという間に甲板を制圧。日本の護衛艦鈴波からも2つのチームがボートで駆けつけ、ロ・日合同で乗っ取られた船を解放しました。波が高くて危険でしたが、ロシア側日本側それぞれ役割を演じて訓練することができました。ロシア日本合同訓練は今回で19回目となりますが、訓練結果には双方が満足を表明しています。大型対戦艦アドミラルパンテレーエフの艦長は次のように述べています。我々の訓練レベルに当然日本側は関心を抱いていますね。言葉の障壁はありましたが、双方ともエネルギッシュに訓練に取り組み、安全に、これが重要なことですが、安全に訓練を終えることができました。今回の合同訓練が示すものは、ロシア海軍と日本の海上自衛隊はアジア太平洋海域における自国の利益を守るだけでなく、必要とあらば共に行動し助け合うことができるということです。